はい、こんにちは、レトスノーマです。今回なんですけども、連帯債務の絶対項と相対項について解説いたします。ここは非常に試験にも出やすい部分なので、しっかり頭に入れていただければと思います。で、まず、相対項と絶対項って、どういったものなのか、いわゆる意味ですね、を解説いたします。まず、相対項っていうのは、連帯債務者の一人に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じないこと、これを相対項と言います。で、基本的に原則は相対項で、請求だったり、承認だったり、免除だったり、時効完成。こういったものですね。それ以外にも、絶対項以外のものは、もうすべて相対項になります。で、この言葉だけでは分かりづらいので、後で具体例解説いたします。で、絶対項っていうのは、連帯債務者の一人に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じるもの。これが絶対項です。で、絶対項っていうのは、弁済、相殺、混同、公開。この4つですね。弁済については、当然なので、絶対項に入れないっていう考え方もあるんですけども、弁済も入れても大丈夫です。で、これについても、ちょっと後で具体例を出します。まず、相対項の方からいきますね。相対項。今回は、請求について、相対項である旨を解説させていただきます。まず、債権者が A、で、連帯債務者が B と C だったと仮定します。A さんが B と C に対して100万円を貸したと。で、B さん、C さんが連帯債務者だと。いった事例で全然問題ございません。で、この状況で A さんが B さんに対して請求をしました。請求っていうのは、裁判上の請求と考えてください。訴えを提起したって話ですね。B さんが、B さん、C さん、どちらもなんですけども、期限になってもお金を返さないということで、A さんは怒って、B さんだけに対して裁判を起こしたと。この場合どうなるかっていうと、B さんについて、時効完成猶予と時効の更新という効力が生じるんですね。つまり、A さんが持っている B さんに対する債権について、時効完成が猶予され、また、裁判が終わって確定判決もらったというのであれば、時効が更新する。この二つの効力が生じるわけですよ。で、この本人についてはこの効力生じるんだけども、これ請求っていうのは相対項なので、他の連帯債務者にはその効力が生じないんですね。つまり、他の連帯債務者、今回で言ったら C さんについては、この時効完成猶予と時効の更新の効力は生じません。これどういうことかというと、A さんが有する B に対する債権、これについては時効が更新されてしまうので、時効期間が1から再スタートってなるんですよ。こっち側については。で、一方でこっちについては、時効更新してないわけだから、ずっと時効期間は進行し続けているんですよね。時効更新がないから、ゼロに戻って再スタートってなってないんですよ。っていうことは、B よりも先に C さんの方が時効完成しますよね。こういうことになっちゃうっていう話なんですよ。これが相対項の具体例ですね。他の連帯債務者に効力は生じませんよっていうところですね。ここをしっかり頭に入れておきましょう。で、一方で絶対項については、これ他の連帯債務者に効力が生じる。これどういうことかというと、一つ具体例を出すと、相殺は絶対項なんですね。なんで今回相殺について具体例出します。A さんが債権者、B さん、C さんが連帯債務者。で、A さんは B さん、C さんに対して200万円の債権を持っていますよ。で、B さんは A さんに対して50万円の債権を持っていますよ。で、B さんがこの50万円について相殺をしました。こうするとどうなるかっていうと、まず B さんについては50万円分債務が消滅しますよね。つまり B さんの債務っていうのは150万円になるという話です。で、一方で C さんについては、これ、相殺っていうのは絶対項なんで、C さんについても効力が生じるんですよ。つまりこの50万円の債務消滅っていうのは、C さんに対しても同じように債務は消滅するわけだから、C さんも債務は150万円に減るんですね。つまり B さんも C さんも150万円の連帯債務を負うんだっていう話です。これもし相対項だったらどうなるかっていうと、
B さんは150万円の債務を負って、C さんは200万円の債務を負うということになるんですね。でもこれは違いますよと。相殺っていうのは絶対項だから、C さんに対してもこの50万円の債務消滅の効果は生じて、C さんも150万円の連帯債務を負うんだということになります。で、一応補足なんですけども、今回 B さんは A さんに対して50万円相殺している。つまり、50万円分、まあ、弁済したのと同じ意味ですよね。だから、B さんは C さんに対して、相殺した額の半分、これ25万円ですね。25万円を C さんに対して、吸収することができます。B さん50万円弁済したわけだから、B さんは C さんに対して25万円分。まあ、負担部分はこれ半分だと、平等だと、1対1と仮定した場合、B さんは C さんに対して、相殺した額の半分である25万円を吸収することができますよっていう話です。まあ、これが基本的な考え方となります。で、その他についてもしっかりですね、具体例頭に入れていただければと思うんですけども、今回、非常に重要な考え方っていうのがあるんですね。で、その考え方については、すいません、個別指導で解説させていただきます。この考え方がわかると、この絶対項、相対項を勉強する上で、すごく整理されて、すっきり頭に入れることができるので、もし考え方わからないっていう方は、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。